2022年7月、あるピアノの保存プロジェクトが立ち上がりました。レガシーピアノ。およそ60年前に製造され、福岡市民会館福岡サンパレスで使われてきました。ピアノの本体には音楽界の巨匠40人のサインが残されています。ピアニスト、ヴィルヘルム・ケンプや、アルトゥール・ルービンシュタイン。福岡の音楽文化を物語る貴重な資料になると考えられました。コンサートで使って、でお客様に聴いていただく状態になって戻ってくることを楽しみにしています。ピアノの状態は悪く、およそ1年をかけて修復に取り掛かります。同時に進められたのはピアノにまつわる情報収集。当時は6個のサインが誰のものか分かっていませんでした。そうですね、はい、僕が入って38年なので、僕が入るより前に搬出されているっていうことだから、どうなんだろうっていうこと、それ自体も僕もわからないですね。そう話す館長に案内されたのは大ホールの舞台袖。非常時の持ち分担表とかっていうことでなんですが、実はここをですね、剥がしてちょっと剥がしていくとですね、現れたのはイタリアのトランペット奏者ニニロッソのサインです。ピアノが最初に収められた福岡市民会館に残る唯一のサインです。こちらですね。あ、足元気をつけてくださいね。で、もう古い催し物を探る唯一の資料はもう本当にここにあるこの辺だけになります。今残っているものは、どういった内容が書かれたものなんですか。ある時期までの催し物案内綴りだったりするんです。これが1967年、もうボロボロですけど、その後、こういったものですね。これがでももう昭和53年12月っていうことになって、で本当に古いのはこの辺りです。この辺り、1969年4月とか。でも、これもよく見ると、あの勤務表みたいなのに書いてあるんですよ。なんか人の名前があって、こんなとか、それがちょっとだけ残っているということですね。最も古い1967年11月の案内ポスター、サインを残したケンプの名前もありました。じゃあやっぱり残しとかなねでってこうやって思ったから、やろうかっつってからちょっとこうメモリーが不足してるので、まだあと6人わからないサインの方がいるので、でその日に何の講演が行われたかっていうことが分かればサインを紐解く鍵になりますし、ピアノに関する資料は市民会館から渡されたもののみです。これが不明なのが76年4月27日。
誰が書いたのかわからないサインの一つ。こっちが BS&T。 あ、でも BS&T って書いてある。ブラッド・スウェット&ティアーズ。アメリカのロックバンドだって。1960年代後半から活躍したロックバンド、ブラッド・スウェット&ティアーズのサインでした。こうして少しずつサインの謎を解き明かしていきました。見つかったじゃないですか。一個ロックバンドでした。おはようございます。こんにちは、山崎と申します。よろしくお願いします。原田です。はじめまして。よろしく。原田元子さん、レガシーピアノの情報を広めるきっかけを作った女性です。原田さんは5年ほど前、アクロスで開かれた演奏会に向かうバスの中で初めてピアノのことを耳にしました。偶然斜め前におじさん2人が座ってらっしゃって、ピアノがねって。当時の記憶ではこんな感じだったようです。あんた知っとうね。ん？いや、市民会館にあるピアノ、えらいなんかピアニストのサインがしてあるらしかよ。知らん。市民会館が取り壊されるらしいけど、あのピアノどうなるやろうねっていうのを聞いたんです。この話を町内会で知人に話したところ、地元の新聞社に話が届き、プロジェクトに至りました。偶然が偶然を生んで、まあ、奇跡というとちょっとオーバーかもしれないけど、ピアノの神様が舞い降りてきて私のとこ来たんかなと思って。私はね、マリアカラスが来た時に、20世紀最高のソプラノ歌手と称されたマリアカラス。50年前に市民会館でリサイタルが開かれ、その様子は当時の音楽雑誌にも掲載されています。それにしても満席、すっごい満席だったの。なんかかろうじてね、一番前の席が空いとうよって言ったから、行く、もうほんと端っこだったのよ。マリアカラスがピアノにこうやって歌ったのが、あのピアノがそうだったんじゃないかなと思ったりね。そのね、大怪我した人がギブスを外して帰ってくるっていう、それで、あ、ピアノに会いたいなと思います。私本当に会いたいなと思いますね。ピアノが修復されている埼玉の工房を訪ねました。失礼します。こちらが今修理途中のレガシーピアノです。今修理の段階でいうと今どのあたりになるんでしょうか。だいたい6割ぐらいですかね。ピアノ調律師の片山康介さんです。してない状態なんです。一度コーティングをしてます。この風合いを残すということで、このアーティストの方がサインを書くときとかにちょっと触れられて、そういう手垢が残ったような感じになってますね。やっぱりそのサインの部分、1箇所か2箇所とかっていうのがやっぱりたまにされてるものがあるので、かなりの有名な方がたくさんやっぱりありますから、ちょっとびっくりしますよね。
ちらですね。大きい。今これ外す際に多少割れたところもあるんですけど、うん、もう結構割れが、あのひび割れが入ってて、もう亀裂が入ってて、あのこう広がっているような状態ですね。過乾燥ですね、やっぱり。やっぱ音量も小さくなりますし、雑音も出てきますし、伸びもなくなります。音の伸びとかですね、もうなくなりますし。響板を張り替えられる技術者は日本には多くはいません。片山さんは海外でその技術を学びました。亀裂があるんですけど、響棒がもう浮いてしまってるんですよ。東京世田谷区。こんにちは、よろしくお願いいたします。今日お世話になりますが、お話を聞かせていただきます。ピアニストの深澤涼子さんです。レガシーピアノにサインを残した一人です。いや、もうすごい光栄でびっくりいたしました。気持ちを引き締めて書いたような気がいたしますけども。ピアノにサインを残したのは20代の頃。全国を飛び回っていました。会館の方かしら、それ主催者の方かしらね、なんかいらして、コンサートが終わった後ね、ここにちょっとサインをお願いしますとおっしゃって、それよく考えれば大変なことなんでしょうけどもね。ただ鍵かけてもう大、ね、ちょっと大事にしすぎて、もう人には触らせないっていうことではなくて、末永く、そういった気持ちっていうか愛情というかね、で音楽を本当に好きになっていただけるような、そういう環境がこうどんどん広がるといいなっていうふうに思いますね。ネジの位置もきっちり元通りに合わせないといけない。サインが合わなくなっちゃうので。ピッと来た時の気持ちっていかが？すごい、やったっていう感じですよね。これだけの有名なピアニストの方であったりとか音楽家の方が触ったピアノっていうことで、まあ、私もそれを触ったっていうふうに嬉しくなると思うんですよね。そういうのも楽しんでいただけるようなピアノになっていってもらったら、末永くなっていってもらったらいいなと思います。1年がかりの修復を終えて福岡に帰ってきたレガシーピアノ。長距離移動と暑さで不具合も出ていました。中にもクロスがありますし、いろんなところにフェルトクロスがたくさん使われてますから、鍵盤の下にもありますので、全てがやっぱり狂っていきます。重みでも狂いますし、温度湿度でも狂いますし。ここは福岡市美術館のホール。ピアノが最終的に収められる場所です。やっぱりここ温度湿度がかなり安定してますので、だいたい24度、まあ25度ぐらいの 50% ぐらい、一番いい温度湿度の状態で保管されますので、この湿度温度の環境を見たらちょっと安心です。安心ですね。多分問題ないと思います。ゲート開けます。本番に向けピアノが福岡市民会館に移されました。音を響かせる時が来ました。
ンサートにはピアノの保存に賛同した4人のピアニストが出演しました。そこに現れた女の子、福岡市内の小学校に通う原口リリ子さんです。少し緊張します。大きい舞台に立つことができるって聞いたとき嬉しかったです。未来へつなぐ演奏者に抜擢されました。
ピアノが美しく響いてくれたので、あ、修復うまくいってよかったなと思いました。これだけ その福岡における、ね、音楽文化の歴史がとどめられたピアノなの で生きた音色としてまた次の世代につながっていくということ の素晴らしさを感じます。60年のなんか歴史を感じるようなピアノだったなって、はい、ただ剣の舞ですかね、はいはい、あれがすごくなんかお二人とも楽しそうに演奏されたのでよかったなと思いました。嬉しいですねいっぱい見ていただいてですね、60年経ってまた新たにこう生まれ変わったっていうところも一つの魅力かなと思いますし、長く使っていっていただければと思います。ピアノの情報を広めるきっかけを作った原田元子さんもコンサートに訪れていました。もう感激です。もう私はもうピアノがねきっともうダメだと思ってたのに、今日ね皆さんに弾いていただいてまだやっていけるぞってね、きっとねもう本人もね喜んでると思います。